三好康信上級三年八月九日は平安時代末期から鎌倉時代初期の区下。三好康光、または康久の子。鎌倉幕府の初代文中書出寺。入道後の法名はもと元々は大上官の初期官役を世襲する下級貴族で三道の家柄の出身。母が源頼朝の乳母の妹であり、そのエンデル人として、 伊豆国にあった頼朝に月に三度京都の情勢を知らせていた。自称四年五月の持ち人王の挙兵の二ヶ月後、安信は頼朝に死者を送り、諸国に現実伊動の計画が出されているので早く、欧州へ逃げるように伝えるなど、頼朝の挙兵に大きな役割を果たした。厳略元年四月、安信は頼朝から鎌倉に呼ばれ、 鶴岡八幡宮の回廊で対面し、鎌倉に住んで武家の政務の補佐をするよう依頼されると、これを承諾した。同年10月には、貴族の火星事務を司る役所の名を取った公文書の建物が新築され、大江広元がその長官となり、安信は初代文中書執事として、裁判事務の責任者となった。頼朝氏を二代将軍、源、 より家の独裁ぶりに不安を抱いた、御家人の代表による13人の合議制にも参加。上級3年の上級の乱に際しては、病身の身で会議に参加。大江広元の即時出兵論を支持した。同年、上級の乱後に没した。三島義則、三好康信新聞書房2000年12月発行。ありがとうございます。